はい、皆様、今回もご視聴本当にありがとうございます。タズチューブです。談話バージョンをお伝えしましょう。オリックスさんの宮崎キャンプももう早くもね、終盤の第5クール、今日2日目終わって、明日は第5クール最終日というところまでやってまいりました。さあ、談話バージョンです。今日は放送中に来てくれた3人と、今日僕が独自にインタビューをした3人のコメントをご紹介していきたいと思いますね。まず平野大和選手、放送中に来てくださいまして、で放送席には平野選手が入団した時の担当スカウトの島田さんがいらっしゃった。でその2人で話をしてもらったんだけども、あんまりやっぱ緊張感もあったのか、平野選手は喋んなかったんだけども、まあ、昨日もね、練習試合でタイムリーヒットを放って、で今日も打ったんだけども、昨日いいところで1本出たんでね、この後もしっかりこのバッティングの方でアピールしていきますというようなことを言ってたんだけど、あんまりこう緊張してか喋ってくれなかった。島田さんがもっと喋りなさいよみたいなこと言ってましたけどもね、まあ、それがまた平野選手のいいところなのかもしれませんが、まあ、でもね、その後今日もまた2安打うち1本がタイムリー、素晴らしい活躍を見せてくれました。でね、平野選手に関して言うと、僕は入ってきた時からなんとなくシルエットが谷義朝さんの感じに似てるんじゃないかなとずっと思ってたんですよ。でそのことを今日島田スカウトに伝えますと、いやいや結構そう言ってくださる方が多いんで、だからその雰囲気が似てるっていうことはね、やっぱりいいことなんで、僕も期待してるんですよという話をしてくれました。頑張ってほしいね。で阿部投手も放送中にインタビューに来てくれたんだけど、この時は、放送席は岡田圭介さん、岡田師匠だったの。でも全然野球の話はほとんどなかったです。まあ頑張りますという、まあ、順調に来ているということはね、本人もおっしゃってましたけどもね。で近藤投手も来てくれまして、でこれも野球の話少なかったんだけども、まあでも、キャリアハイをとにかく目指すというシーズンでね、今、まあ、順調に来ているということで、まあ本当阿部投手と近藤投手いつも一緒なんですけども、自主トレの段階からもうずっと一緒にやってきてね、その2人が揃っていいということになれば、これは力になりますからね。でこれは今日のインタビューではないんだけども、以前近藤投手と話をした時に、もうとにかく試合数もたくさん投げたいと、でいうことで、今のオリックスは連投もあまりないし、3連投ないでしょ。去年3連投も総一郎君の1回だけだったんだけども、まあ連投もないので、そのなかなか登板数を稼ぐことはできないんだけども、行けと言われればいつでも行くという、そんな気持ちでいますというね、気持ちを、表現してくれましたけども、まあ、本当キャリアハイ目指して頑張っていきたいということを話してくれました。で、この後の3人はラオウ、杉本選手と足立選手と総一郎選手のコメント、これはね、放送が終わった後の放送席にわざわざ来てもらって、そこで2人座って話を、ちょっと長めに話を聞けたんだけども、その一部をご紹介するね。でまずラオウ選手で、今日JR 西日本が来てたんで、古巣ですよね、かつての、ちょっとその気にはしていましたけどもね。で杉本選手は、まあ、選手会長ということで、なんかこう声を出していますよねという話をすると、いや、いつも僕はいつもと変わりません。普段通りにみんなにも接してるし、そんな姿勢はいつも通りですということ。特にその、選手会長だからといって、なんかこうね、特別なことはしていませんということをしていますけど、言ってましたけどもね。で、まあ、打つ方に関しても非常にいい感じで来てるんで、で、ただね、まあ、僕らは選手会長であったり、まあ、今年の4番固定ということで期待はするんだけども、自分としてはまだポジションを取ったという気持ちはありませんと。まずはその外野で毎試合、出場を使ってもらえるということが大事なんで、まあ、そこにね、まず立たないとということで、とにかくポジションを一つ取るということで、このキャンプにはもちろんファーストミットも持ってきてるし、で場合によってはレフトもという話もあるそうですよ。だからとにかくポジションを一つ取るというところを目標にやっていますと、そこからですと。で打順にはまあこだわりません。外国人もいますし、そこも競争ですという話をしてくれました。でちなみに、まあ、豆知識で、覚えておいてください。ラオウ選手がもしファーストを守った時のファーストミットは、マイファーストミットではあるんだけれども、誰のモデルに近い、まあ、ファーストミットでもいろいろあるのよ、大きさとか重さとかね。でラオウ選手のファーストミットに関してどんなモデルなのって聞いたら、山川穂高モデルだそうです。あれが取りやすそうだったのでという話でした。
ちなみに中川圭太選手のファーストミットは、以前借りていたあの白崎さんっていらっしゃったでしょ、あのモデルで自分のマイミットを作ったという話もしてくれましたね。で、足立選手とも話をして、で今今年本当体調もいいんでね、ここまで順調に来ることができていますと、ということで、まあ、今シーズンに関して言うと、まあ、とにかく怪我なく、シーズンを通したいと。で、去年は開幕直後にね、セカンドベース上の工作もあって、まあ、捻挫もあったし、シーズン終盤には、まあ、肋骨、脇腹を痛めてね、で結果的にはあれ骨折れていたそうなんですけどもね、まあ、そういう怪我もあったんで、まあ、とにかく怪我なくというところは、まず。で、まだまだ若い選手には負けられないし、しっかりとポジションで、40過ぎまで僕はやりたいんでっていう話をしてくれて、いいキャンプを送ってるという話をしてくれました。で、深い話もね、聞いたんだけど、これはまた、いろんな形で文章にしたいと思いますんで、それはまた後日ね。で、総一郎投手、先日野茂さんにフォークを教えてもらってというところで、実際その、まあ、参考になりましたという話でね、ライブ BP でも結構落ちたん で、あの時はバッターに球種を伝えてから投げるので見送られたんだけども、あれ伝えてなかったら振ってくれてると思うんで、結構落ち幅もあったのでという、なんか手応えをつかんだという話してましたね。で、あとは、まあ、まだまっすぐが、去年の一番いい時のまっすぐには、いけてないんで、そこをまあ今後ね、上げていきたいという話もしていました。そうですね、まあ、彼は去年ね、先発でスタートして、そこで結果出ずにファームに行って、まあ、怪我もあって、まあ、そこで筋トレをやった、ウエイトをやった。で、それもあってね、しっかりとボールも速くなってきたしということで、そんな話もしてくれましたし、で彼もトミー・ジョンやってて、まあ、そのトミー・ジョンやった後の分かれ道がね、やっぱりいい方に行くのか悪い方に行くのかっていう、その二通りがあるんだけども、ここまでいい方に来ているんでという話をしてくれましたね。彼は、右手のね、この辺の腱を取ったんだよ、そこを取って移植したんだけれどもね、そんな話もしてくれて、まあ、まだ完全にこう馴染んでないんだって、やっぱりまだちょっと硬さが残ってるんだけども、その硬さの感じもひょっとしたら今の自分に合ってるのかもしれないという話もしてくれました。この後もうちょっとまっすぐもね、さらに磨いていきたいという話をしておりましたし、まあ、本人の中では今年も中継ぎで、まあ、行く感じなのかなということを、話してくれました。その他ね、いろんな道具に対するこだわりとか、現状についても聞きましたけども、それもまたなんかそれは、文章にして、何らかのコラムかなんかで書きたいと思っておりますので、またもし機会があれば読んでください。というわけで、今日は談話バージョンをお伝えしました。平野大和選手、阿部選手、近藤選手、ここはね、コメント少なかったんだけども、ラオウ選手、アダッチャン、そして総一郎投手に今日は話を聞いて、その談話をお伝えしました。じゃあまた。